よし、始めていこう。桜大戦2の実況第10話、巷に雪の降るごとく、やっていきます。どうも、アザラシです。ははやっていくよ。そう、Facebook でね、 Facebook じゃねえや、Face リグで少し機能を見つけてしまった。ちょっとそれで遊んでた。見てよ。ほい。見て、ほら。手が動いてる。おめでとうございます。なんかレニが髪伸びたわけじゃないか。手がこうやって動くようになったんだけど。動くっていうコマンドによって動くってことは分かった。明けましておめでとう。それだけ。私も一年、よろしくお願いします。こういうのどう活かせばいいんだろうな。踊ってるように聞く。最初のモデルを作ったときにね、もう少しこの辺までしっかり動かすことを前提にして、いろいろ先に作ってきたからね。っていうフェイスリング遊びでした。レニー、今年もよろしくね。レニー、よろしく。海外の人も正座ってできるかな。正座って文化って海外にもあるの？全然変わってないです。変わってないです。そうか。まあまあいいじゃねえか。去年っていうのはまあ1日前みたいな、そういうこと。どうなんかな。全然説得力ありませんわね。スミレさんの横顔になった時の顎のフォルムが結構丸いじゃない。これ多分昔のなんか昔っぽい感じだなって気がするよね。これ顎をこう丸くこうリアル寄りにこう描くっていうね、自分の取り入れていきたい。こういう風に描けないんだよな。なんか尖らしちゃう。正面の顔はこうなのに、横になった時に丸くはならないじゃん、普通に考えて。ここね、この辺の考え方がなかなか難しいところだよね、絵描く時にね。うちの発明した餅つきくんで餅つき大会でもやろうか。餅つきくん使わなくても餅作れそうだけどな。これが後の全自動餅作り機だ。別に餅ポッタンペッタンペッタン掴んでもさ、なんかグイン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 回す、なんかこう歯車みたいな羽みたいなのかな、鉄の羽ぐるぐる回すやつで餅作るよ。あれでいい、あれで十分。国旗会だっけ。もう倒したからゆっくりしたもんよ。どこでみんな今年の抱負は考えた？このまったりしたのをね、正月にやりたかったな。すっかりもう4月だし。小上くんの抱負よかったら聞かせてくれない？俺の抱負どうしようかな。チャンネル登録者数1500、平和の旅に努力します。はい。チャンネル登録者数に関してはなんかあんまり目標ないな。1000超えたらもう十分って感じ。もう行幸みたいな感じだね。1000超えただけでね。アザラシチャンネル、これ以上超えることは、これ以上増えるってことはなかなか想像できないや。まったりいくよ。なんか1000切らない程度にまったり過激な動画を上げていきたい。今年は剣術の基本、構えからしっかり置けますつもりです。構えか。剣道にもさ、抜刀ってあんのかな？あんの？二刀流があるのは知ってる、剣道にも。うん。抜刀ってあんのかな？抜刀術っていうのはさ、果たして強いの？花小路伯爵のお宅へ知ってるご挨拶。はあ。神戸いいね。神戸行こうかな。あんまり人の話聞いてなかった今。人の話あんまり聞いてなかった。アイリスはパパとママがフランスからこっちに来てくれる。へえ。コロナに気をつけて。フランスからコロナが持ち込まれるかもしれないし、フランスの人にコロナを感染させるかもしれないから。私もママがイタリアからパパに会いに来るんです。イタリアとか今どうなってんだろうな。なんかコロナが始まった頃はさ、コロナがなんか騒がれ始めた頃はさ、イタリアのなんか、
なんか町かなんかめちゃくちゃ崩壊現象、崩壊寸前っていうか、まあ、実際医療崩壊を起こしてバタバタ人が死んでみたいな、そんなのがあったような感じがするけどさ、イタリア今どうなってんだろうな。はい、どこ行きたいですね。できればどっか行きたい。でも基本はどこにも行かないけどね、正月とかね。どこか行きたいと思いながらもどこに行けないのが現実。あ、はい、ゆっくり過ごして帰省する人は道中気をつけてねということで、はい、どうすっかな。まあいい、まあゴロゴロとして過ごすって感じかな。とりあえず部屋に戻ってどっかでかけ、おっ、さくらくん、さくらくん、なんでしょう、仙台の実家に。ほう、仙台か、厚かましい。なんでしょう、仙台ってどんななんだろうな。え、行っていいの、俺でよければ喜んで。あ、他の選択肢もちょっと面白かったな。喜んで行かせてもらうよ。さくらくんをもらいに上がるよ、心とは裏腹に。さくらくんルート、心とは裏腹に行っている。これもね、こういう話も知らないんだよね、本当のとこね。自分の記憶の中での桜大戦は、すみれくんルート、桜大戦2はね、すみれくんルートしか知らないからね。仙台に行った記憶はない。おっと、どこ行けばいいんだ。とりあえず、つばきちゃん。つばきちゃん。たた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 た。ててってね。あけましておめでとうございます。つばきちゃん、あけましておめでとう。いいところに。ほう。え？お得意様のために。おー。スペシャルブロマイドが。あはー。これとは気になるな。でも一番この水着が、織姫の水着という。あ、でもこれ取ったら、取ったらダメのパターン。取ったらもう、取ったらもうそれで買っちゃわない？これを。手に取るわ。一応さくらくんを持ってないと良くない気がするから、手に取る。あーあー、もう取った時点で決定だったね。危なかったわ。危うくさくらくんのルートで、さくらくんの実家の仙台まで行こうっていうのに、懐にはなぜか織姫の水着のブロマイドがあるっていう、そんな不埒な状態になるのだった。危ない危ない。さて、どうするかな。ちょっと宮城に行くことになるらしいからね。支配人あたりに。ちょっと宮城行ってきますって言ってこないと。宮城行ってきます。支配人、米田支配人。ちょっと宮城に行く用事ができたんで。定義今日は開けます。いないね。楓に。楓さんに言いに行こう。ちょっとね、宮城に行くんで、定撃を開けます。ねえ。もしかしたらこれあれかな？心当たりで楓さんの風呂シーンみたいなのが、風呂覗きシーンみたいなのが来るんじゃなかったか？なんかそんな気がする。終盤だった気がする。行っちゃっていいかな？不健全な動画になってしまうが、行こうか、行くか。やっぱりやっぱりってだよね、多分。一体誰が、おお やべえなこの二人は。即押しちゃった。いかん、体が勝手に。ちょっと待て、夜だ、止めるんだ。君らちょっと修学旅行の男子生、おっ、あれ後ろ姿じゃないけど、前だったから全然イメージ違うわ。あれ後ろ姿はすみれ、やば、こら戻れ、我が身。
そういう違いんだってしっかり見てるじゃないですか。やば。やばやばやば。あ、そういう問題じゃないんだ。これ見つからなくて早く戻るんだ。いてて。バカ野郎、大神出すんじゃねえ。男大神、言い訳はしない。男大神、言い訳はしない。バレた。もう地位が、二人の地位が、こんなことやっていいんや。もうね、晒し上げの上に、あー、夜の支配人が行けって言ったんです。俺は行きたくないって言ったんですけど、夜の支配人が行けって。ほんとそれ。あ、はい、すいません、ほんとすいませんでした。マジで聖母やん。もうこれは頭上がらないパターン、完全に弱みを握られたパターン。これぐらいのあの武術のこれがある。武術じゃいられないぜ。こうやってあの弱みを握ってあのコントロールさせられるっていうのも悪くない。コントロールさせられてしまいます。いやー、ついやっぱここでこういう、いやーいやー、ちょっとあのスミレに挨拶してこよう。ちょっとこれからさくら君かな。でも早いか。まずスミレか。まずスミレ。いやー、悪い二人だったな。おっ、楓なんか、ま、正面だったんか、後ろ向いてた気がしたのが、あれはスミレか。記憶ほんま曖昧だわ。はい、あ、そう、横浜なんか。へえ、あれスミレって横浜だっけ。しかったな。今度は帰ってこれるのかい。スミレがいないとね、帝劇は。うん、うむ、スミレくん。はい。スミレくんをこうやって見送りつつも、コーラにもないですよ。神戸に行くらしい。あ、大神はん、大神はんはようやっとる。これまでのんびり船旅やな。ハワードはんに会うのも久しぶりやさかい、ほんまに楽しみやわ。ホワードさんって誰、どんな人なんだい。誰ホワードさん。フォワード半仕込みなんや。知らねえ話だ。コーランルートとか全く知らんからさ。知らない人物が出てくる。ジャンジャが出てくる。てててねてねてね。てて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 。てねてねね。さて、俺も外出する準備をするか。よう、大神、久しぶりだな。大神、正月はいいな。こうしてお前と新しい年を迎えることができて、俺は幸せだな。なんて格好しとるんじゃ。一年の期は元旦にあり。なるほど。よく言う言葉だけど、よく言う言葉だけど意味がよくわからないよな。一年の計は元旦にありっていうのはさ、そのまあ、言葉自体の意味もよくわからないし、それがどういうことを表してるのかもよくわからないよな。元旦だから何なのっていうさ、元旦の過ごし方がその一年の、あれに集約されるみたいな感じだから。行くけど。待った方がよかったのかな。なんかあったかな。ん？
なんかあったかな。他に来たよ。なんか問題があったか。なんか忘れ物でもあったんかな。必要ないようにね。なんか今の緑色の選択肢が不安だ。なんであれちょっと待つのがあったんだろう。いやー、さくらくん美人ですな。美人、かわいい、美人、美人、かわいいというな。すみれ、すみれは可愛いって感じなんだけど、さくらくん美人って感じだな。大和なでしこ感が強い。そしても恋人気分はいかんと前に言ったはずだがな。は、はい。いや、いいんだ。大丈夫なんか？俺の支配に。もうエンディングが近づいてる感がすごいな。キネマトロン。よし。これがあればいつでも帰ってこれますよ。非常連絡用に。こんなでかいもので通信を。てる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 。まあ電車、汽車、電車、汽車で帰るのかな。ゴーライゴーとか使えばいいな。おー。電車で仙台か。さくらくんも実家に帰るのは久しぶりじゃないかい。じゃあずいぶん久しぶりじゃん。ゴンジ大蔵じいさんとガン大蔵、え、大蔵じいさんですよね。違う違う違う、ゴンギツネのゴンか。おがみさん、そんなにかしこまらなくてもいいですよ。ゴン、お前だった、え、ゴン、お前だったのかじゃ、ゴン、ゴンじいさんじゃねえな。あれ、ゴンギツネのじいさんの名前はわかんない。出てこねえよ。ああ、すまないね。お前さんたちの仲のいい様子を見ていたら、つい声をかけたくなってね。ご結婚の、結婚のご挨拶も行く途中だから。まあ、そんなとこですね。ジョーク、ジョークが通じてね、好感度上がんなかったな。何やった今の選択肢。なんか今寂しそうな顔したぞ。失敗じゃないのか。何だったんだ今の、何だったんだ今の意味。雪、仙台ってそんな雪が積もる、積もるっていうか停車場のこんな風な駅だったのか。仙台駅、どこか寄り道していこうよ。ちょっとはさ。いい、いいよ。え？これ今どこか寄り道したかったら、これ行けなかった話なのか。どこだよ。はい。根元しかないけど、なんかあるね。あの雷が落ちてきたって話じゃない、たけし君。おお、合ってた。うん、この木が、たけし君、たけし、松本たけし、お化け、お化けじゃない。大学は正月休みだから実家に持ってきたんだよ。あー、がっかりだな、がっかりしちゃうよな。もう察しないとこの時点でわざわざその働いてるところの支配人じゃないけどさ、君雷に打たれたんじゃ面白いね。あれ、
君今の挨拶でゲージが青で一色になった。文人さん、う、あ、あ、東北帝国大学の医学部で医者に、お、お医者様でした。お医者様になれる器の人間だった。なるほどね。さくらくん、このたけし少年の方が将来性があるよ。人気女優。あ、よく察せられる、よく察しのいい方で。あらら、あらあらあら。いいってことよ。このお話はさ、俺がパート桜大戦の1やってたから今の話があったのかな。ここなんかでもないか。私の家です。雪深いね。立派な家だな。古いだけですよ。さ、どうぞ。道場なの？桜さん。あ、長いな今回。今回これ長いな。どっかで切ろう。明けましておめでとうございます。これがさくらの母親。戻りました。母親なのね。明けましておめでとう、さくらさん。さ、玄関じゃ寒いから中へ。よし、じゃあここまでにします。一旦ね、ここまでで一旦パート1とします。20分来たんでね。じゃあ引き続きパート2へ。ほなまた。